大網白鳩市で NPO 法人ジョブファーム代表を務めております高橋正樹と申します。私たちジョブファームでは障害者がさまざまな作業に取り組んでおります。まず不要な葉を取り除いて、その後イチゴをマルチの穴に通します。取り除く葉は寝て地面についているかどうかや葉っぱの絵の色で判断しております。マルチの穴に通すときは咲き始めた花を傷つけないように気をつけております。作業に慣れていない人は慣れている人の横について真似をしながら行います。みんなで教え合うことでどんどん上達していくことができるんです。大きな機械を使う作業も好きで得意な人がおります。畑の一番外側の危ない部分は職員が刈り取り、内側を障害者に任せます。トラクターの運転だってできるんです。トラクターの中に iPad を置いて Bluetooth でトラクターのスピーカーにつなぎます。外から職員がトラクターの操作を指導します。レバーに番号シールを貼っておくなど細かい工夫をすることによって精度の高い耕運がすることができます。農家さんが作った野菜の袋詰めも引き受けております。ネギ、キュウリ、シシトウ、ブロッコリー、キュウリでは傷があるかないかしっかり選別を行います。長さも異なりますのでバランスよく決められた本数を袋詰めします。袋詰めの後は職員が出来栄えをチェックしております。これまでは高齢者が担ってこられた作業を私たちが担っております。現在もおじいちゃんおばあちゃんの道具を使って取り組んでおります。手剥きした落花生は食用として高価に扱われますし、種子用としては発芽率が高いと言われております。私たちの働きが落花生農家の手助けと食の安全にも貢献しております。障害者は単純な繰り返し作業が得意です。会話を交えながら太陽の下で作業することは農業の醍醐味でもあります。地域に出て適度に体を動かして農家さんの役に立てることは障害者にとって社会参加への良いきっかけにもなりますし、社会貢献にもつながります。やり方や伝え方を合理的な配慮を工夫することで、こんな風にいろいろな作業をすることができます。農家さんや地域の方の手が回らない仕事を私たちが引き受けることで、お互いに支え合って地域がより良いものになるといいと思います。